können.男子走り高跳び2m10試技3回目に入ります。南城学園愛知の高島くん、今年 1600m リレー、1走からリードを取って逃げますのは東京高校東京。女子走り幅跳び、続いては西村千秋さん、稲北長野。普段心バトンが渡ります。東京高校東京、そして愛知高校愛知。走り幅跳びです。西村千秋さんの1回目は5m55でした。続いて中村遥香さん、中村学園女子福岡。男子走り高跳び彦根西市は荻野君、3回目の挑戦です。予選の8組トラックレース、山中フィニッシュです。長崎3分50秒で予選は第8組の結果が確定しております。愛知高校、東京高校。